こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パーフェクトヒーロー、ちょっとタイミングが合いません。まずは先行争い、サドンチャンネル前に行きそうです。ビューティーギア、それに続いています。さらにはグランプリベルベール、16番エリザベスウィーナー、その後ろパーフェクトヒーロー、後方からの競馬。それでは先頭から、先手を取ったのはサドンチャンネル。さあ先頭はビューティーギア、サドンチャンネル、ほとんど差がありません。さあサファイアエナジー、前を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はジュエリーカウンター、内からはビューティーギア、その外からはマリーウォー、その外からはグランプリベルベール。残り 200m、 先頭はジュエリーカウンター、サファイアエナジー、さらに突き放します。2番手はジュエリーカウンター、サファイアエナジー、1着サファイアエナジー、完勝サファイアエナジー、1着、2着はビクトリーシャンデリア、サファイアエナジー。お見事、素晴らしい走りを見せてくれました。